さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。カービィ星の泉デラックス、今日もやりましょう。さあオール 100% だったんですけどね、あのサブゲームでなんとメタナイトの逆襲じゃない、メタナイトでゴーが出たので、ちょっとこれで遊びたいと思います。メタナイトでゴー、剣の修行に旅立つメタナイト、鍛えた技で突き進め。セーブできない。えさてどうするの。メタナイト B で切る、上で A でバサバサ、下A か B でスライディング付き、空中下 B で刺すよってやつ。えい、やー、とー、てやー、バサバサーっていうね、ところでしょうか。結構むずいな。おりゃ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 、いきまーす。はよっ、いた。え、ちょ待って、これエキストラモードと変わんなくね。ちょ、メタナイトさん体力意外と少ないっすね、あなた。あと横移動が遅い。待って、これ結構むずいかもしれん。おら、え、嘘やん、ちょ嘘やん、ちょっと見せないで待ってよ。横移動が遅いとか結構致命的かもしれない。回復アイテム全然なくね。お、ダッシュ切りみたいなの一応ある。マキシムタマトゥーン、ありがとうございます。よし、じゃあこれ、あの基本走り切り、走り切り、走り移動メインでいきましょう。あ、ゴールゲームがないのと、うわ、ミニゲームもないんだこれ。ちょ、残機どこで増やすんだこれ。よし、うー、怖え。うー、邪魔やでー。え、ちょっと待って、これ大丈夫か。はい、行きまーす。ちょろ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 、全然いい全然いい全然いい。よし、さあここはオッケー、イエーイ。いや、ちょっとやめろってお前邪魔や。よし、このなんか結構連続で襲いかかってくる敵に対してがどうしようもね、走り攻撃だけなんかバーって剣撃少し伸びるんだねこれ。いや、ほらふわーって伸びてんじゃん、わかる。おお、怖え。よし、邪魔邪魔邪魔。あ、マキシムトマトちょっと欲しいな、ください。よし、はい、来ました。まだゴールじゃないでもこのペースでしたらね、割とすぐ終わりそう。あ、ワンナップメタナイトカラーになってる、割と可愛いやん。邪魔やお前ら。え、これメタナイト軍団でどうすんだろう、歯向かってくんのかな、メタナイトに。ちょ、それは教育的指導しない、痛い、あかんです。よし、オッケーオッケー。まあ基本ソードだと思ってね進んでいきましょう。スライディング、あ、ちょっとスライディング結構多用した方がいいかもしれん、これ。なあ、スライディングって、いや、よし。スライディング、困ったらスライディングアタック。よし、邪魔。邪魔、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 やめて、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 ジャンプで死ぬかと思った。よし。で、よし、降りるときはこれでいい。イエーイ。あ、水中でもできる、これ。いいね。メタナイト。あ、うまく使えば強いかもしれない、やっぱメタナイト。いない、待って。グイッて、うおっと、やばいやばい、怖い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 。さあ、ちょっと待って、うおー、ぶんね、お前、覚えておきまして。よし、回復。いや、ちょっと、スライディングを出し損ねるっていう事態が、ちょこちょこあるのがいただけん。え、これ、博物館どうすんの、ただって言われても。お前なんやねん、それってやつやな、ほんま。はい、じゃあ、上行きましょう。このメタナイトのソードって威力高いよね、やっぱ。普通の剣より比べて。俺、ラスボスが心配なんだよね、ラスボス。デデデとかはこれね、あったら多分楽勝なのはもう目に見えてわかるのでいいんですけど。おぉ。やだ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 、体力も1しかねえって。早い、早いよ。早いよ。初死はどこ、どこだと思う、みんな初めての死亡は。なあ。怖い、怖い。俺、そろそろ来ると思ってるでしょ、みんな。バカ野郎。俺はまだ死なねえぞ。え、こ、怖いよ。変な、マッシュ、マッシュで何やねん。オッケー、さあ無敵状態ですので無敵無敵していきましょう。あ、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 惜しい、ポピー、ポピー。よし、さあゴール、あざす。さあボス部屋来ました、行きましょうか、ボスです。え、ウィスピューズだっけ、違う、いや、ウィスピューズだ。よし、うん、ほら、ほら、ほら。
かわいそうになるこれ。さあ続けていきましょう。あ、残機が減る。怖い。機関。え、入っていい、ここ。これなんだっけ。あ、回復アイテムね。俺がここでゲームオーバーならないように配慮してくれてる優しい世界。よし、長い剣で切っていきましょう。ふう、パラソル欲しいな。スカーフィーちゃん、スカーフィーちゃん邪魔。よし、鼻かい、ちょっと待って、鼻かい、今鼻かいてるからな。オッケー、鼻かき終わった。よっしゃ。やっぱカービィと違ってメタナイトはやっぱね、俺たちのアイドルだよね、ほんと。あー危ない。メタナイト好きって人も結構いるよね、やっぱ。スマブラでね、俺の友達メタナイト使いでね、マジ強かった。ちょ、俺死ぬぞ、これ。や、あ、やばい、敵多すぎる。回復。回復くれ。パラソルは壊せないんだね。はい、ゴールしましょう。くそー、休憩がない。くそ、レースもできねえんだね。メタナイトにレースさせてあげてもいいんじゃないですかね、僕。そう思うんですけど。うわっ、ぶんない、今の。死ぬかと思った。はい。回復来い。来ない。うわ、危ねえ。よし。そう、ワープスターでワープしまーす。ワープスター乗ると思った？飛びまーす。何やそれ。飛ぶだけかい。よし。さあ、次はボスのターンよ。いきまーす。これ、負けそう、ここで。ここで負けそう、ほら。もう分かってるじゃん、今の負けるって。でも、残機がね、ちゃんと再起回収できてたからね、良きでしょう。オッケー。うわ、最初からそうやって一撃で倒しとけばね、いいのに。もう、なんで倒せなかったんだよ。そう、ウィリーとかありませんので、走ります。マラソンランナーです、僕は。で、24時間マラソンします。嘘です。マラソンしたくないです。ジムでね、俺走ってんだけど、1日2キロぐらいは、2、3キロ。ね、毎日じゃないんですけど、ごめんなさい。今、毎日走ってるかのように発言してしまって申し訳ございません。あの、気が向いたら走っておりますので。数日に1回は走っておりますので。なまあ、走るの嫌いじゃないんだけどね。でも今みたいな砂場を、で、坂道を走るのは絶対嫌だ。よし。結構砂ってね、走ると足、ね、なんか取られて、すごい走りづらいらしいよね、なんか。UFO! ケロ !OK。さてと、また体力全回復。OK。メタナイトあれ欲しいな。カービィの吸引じゃないとさ、取れないとことかあったよね。あれとかどうすんだろう。あと、ここってさ、あれはどうなんだかな、スイッチとか。そこだけ気になりますね、私。よし。スイッチだけなんかね、うわー、うわーってね。だからまた教えて、今度。よいしょ。さてと、もうちょっとだな。これください。ワンナップ。4機。ちょ、メタナイトの空動き面白くないこの上、泳ぐ動き。ちゃんと、ドット結構作り込まれてるよね。かわいいね、それは。ほら、メタナイトダメんだよ。上も下も、全方位攻撃可能やぞ。え、俺が、もう一人いる？やばい。え、ちょ、待って待って待って、一撃じゃないの？あ、でもこれ、上から、上攻撃できるの楽しい。二発いるっていう。ほら、こいつだけ二発いいの、なんかずるいな。うわーい。よし。ほら。あの、マッチュ太郎だけ強いぞ。いて、負けちゃう。ふっ。オッケー、さあ全部やっつけた。結構ピンチッチやだな、これ。どうなんだ、これ。おほほください、回復。よろしい。さあ、もうあとゴールするだけ。よかったー。俺の精神力が持たない。さあ、4面と、博物館とかな、あれ。博物館ある意味とは。入ろうか、せっかくだから。おらーおらーちょ、なんで入ったんで、もう一回。さあ、4面いきまーす。邪魔だ。あ。今のはね、わかんない。ちょ、これしたかったんだけど、思ったより早くやっちゃった。ワンナップください。ワンナップください。やりまーす。そう、ワンナップ読みね、これ。なんか、メタナイトの羽にさ、あーってダメージ判定なさそうだね、今回は。
いつもなんかある感じだけど、よしよしよし、体力回復、素晴らしい、よし、素晴らしい、よし、敵はやっつけていきましょう。危ない、死ぬとこだ。誰だこれボス。あ、で、電話くんね。電話じゃない、目覚まし時計くんね。朝だよー。よし、今日朝に撮ってんだけど、これもう眠たい。スカーフィーでもさよなら。オッケー、そこにいらないよね。ワンナップなかったっけ、この辺に。どっかないかな。ワンナップだけ欲しい。あった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 。あざーす。ゴキ、ゴキもあれば十分だよね。一応やっぱ難易度上がってるって部分はあれだよね。ミニゲームの残機アップがないところだから、ワンチャンこれエキストラモードより難しいんじゃねえかなって思ってんだけどね。まあ、ゴールゲームない分すっげえサクサクだけど、これサク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 リッチです。いきます。ごめんごめんで、ごめん。これ何回目やろな、言うのこれ。はい、イッツ。うっ、傘追ってくるんだけど、俺のこと好きだな、あいつ俺のこと。よし、はい、到着。まだなかったよね、確かスイッチ3面からだよね。まあスイッチはなるべく押せるようにしていきましょう。下なんだっけあれ、え、スイッチだったっけ下って。でもいけないもんね、メトナイト。じゃいけるかこれ。昔やったような、なんか殺戮殺法。これこれなよお前ら。あ、いけないかもしれん。スライディング、あ、ダメだ、無敵時間使います。なんだっけここ。ああ、そうか。俺は何しに来たんだろうな。よいしょ。カービィと違って狭いところじゃね、なんか呼吸できないのがちょっときついな、ここ。お、最強の剣、それがこの宝剣ギャラクシア、またの名を何マスター。これなんだっけ。あーね、それね。よいしょ、ほら邪魔やぞ。マスターのコピー能力良かったよな、夢の泉の。あれはすげえ好き。わーん、あれ取れないやつ。取れないよね、メタナイト。でも、うわ、やっぱ無理だ。くそー。無敵技がないっていうのがメタナイトの欠点だよな、どう考えても。ねえ、これ、上登るのしんどい。痛い、熱い、すごい。よし。壊しすぎた、今みたいにクラッシュ食らっちゃうってのもえぐいな、これ。これ、どう食べれんの、これ。食べれんやんけ。うわ、カービィと違ってマキシムトマトは食うことができない。ねえ、切ねえやつ。オッケー、じゃあボス行きましょうか。ボス誰だっけ、2面。あー、ペイントローラーが。よし。そう、ペイントローラーこれで終わんじゃね。お疲れ様でしたー。あ、一発食らった。あっ、プー、今負けたかと思った。全然楽勝や。よし。さあ、すいません。ちょっと今回パート1は少し短めですけど、これで終わりたいと思います。大体レベル2つずつ攻略していきたいと思いますので、次回はね、3、4攻略していきましょう。お疲れです。これでセーブするからな。またねー。